坂明のサタデーライブ、10月5日伊坂明のサタデーライブポッドキャストタイム、イエーイ。どーん、伊坂明です。松田万次です。さあ、今日の放送終わってすぐでございます。ポッドキャストを聞いている皆さん、こんにちは。こんにちは。なんと、番組がですね、この10月5日放送分からが8年目に突入ということで、2017年10月スタートだったんですって。あれから8年、7年前っていうことですかね。だから、うえー、すごい。坂さん54歳だったってこと？俺、うん、53とか4とか。怖っ。若っ。若っって感じよね。うん、53の時でももう完全なるおじさんだったけど今振り返れば若い、うん、ね、あっという間やな、うん。まあ8年目もよろしくお願いします。とよろしくお願いしますということで、ジュッピーちゃんは3代目アシスタントで登場して半年経ちますが、はい、どうですか、ここまで。楽しいです。半年しか経ってない感じじゃないよね、うん、そういえば、うん、割と軽快に、はい、違和感なく僕とトークしてるんちゃう、ちゃいますの、ちゃいちゃいちゃいますの。やった。自分ではどうなの。体感3ヶ月です、まだ。え、はい、まだ緊張があるというか、まだそのなんていうの、親近感がまだ、いや、そこまでじゃない。もう初回に比べたら、もう全然楽しいというか、あ、初回も楽しかったんですけど、いいのよ、そんな言わんで。関係がなんかほどけたというか、ほぐれてきた感じね、はい、うん、けれども、毎回毎回の放送があっという間すぎて、確かまだ3ヶ月ぐらいの気持ちです。はい、時間が過ぎるのが早いわな、うん、まあでもこれからもよろしくお願いします。お願いします、まあ、なるべく長くね、はい、10を目標に。10年を。ああ、10年、10年目標はダメよ、はい、なんでですか。だってあと2年しかないもん。そんなんだってデコピンのどこ行くとか言ってたじゃないですか。デコピンに誘われたら俺はもう動いちゃう。すぐ動いちゃう。デコピンの誘惑はすごいけん。これはそんなに睨んでもデコピンが呼んでるって言われたらもうしょうがないでしょ。そうやって、え、いいんですか、ジュッピを捨てるなんて。ジュッピとデコピンだったらデコピン取るでしょ。そっか、うん、取れって言うでしょ、ジュッピちゃんも。むずいな。やろ、うん、大谷さんがデコピンの世話のために来てくれって本当に言ってて、うん、それを蹴ってジュッピちゃんおるからこっちに残ったわって言われたら重いぞ。確かに。その後。確かにそうやな。そうやろ。そしたら、どうぞデコピンのとこに行ってくださいって言うんですけど、うんうん、毎週私が、行きますわ。え、デコピンのところに、ロスに。そしたらデコピンと3人で番組ができるじゃないですか。君、あの嫁でもないのに。なんやねんその重さ。そうか、そうよ。重いですか。重いね。くえー、まあ8年目もよろしくということでお願いします。世の中的には今日から松山地方の秋祭りが始まってますということで、うん、これ好きな方はね、怪我のないように楽しんでほしいんですが、はい、ちょっとだけお天気心配ですか。そうですね、お天気ってどうなるの。一応お天気はですね、上がるの下がるの、これもう あれですよ、ジュピちゃん、はい、あのポッドキャストなんで、ポッドキャスト詳しく天気言っても全然役に立たんので、上がるか下がるか、週末。週末は上がり気味、うん、曇り、あ、じゃあですね。降水確率 30%、まあ、そんなにあれか、うん、青空の下ではなさそうかな、うん、今見て青空出るかなって、雨降らなければいいですねっていう状態か、うん、ただ最高気温が30度近くまで上がりそうなので、ちょっとムシムシするかもしれない。なるほど。から行かれる方は体調管理ね、朝晩確かにね、もう寒暖差大きくなってますし、多分松山方面はもうお祭りだっていうのが分かってるわけですから、はい、この週末に運動会とか、そういうのは入ってないはずなんですよ。で、来週ぐらいから松山方面のその秋のイベント、そうですね、うん、そういうのが学校関係でもあるでしょうが、はい、我々は来週は特別番組、はい、離島で、
1ヶ月。いや1ヶ月も行きません。行きません。はい、これね、うん、ジュピちゃんが離島に行くということで、どこ行くんでしたっけ？八幡浜の大島からリポートします。うんうん、大島っていう島、うん、なんぼでもあることない。ほいでどの島にも言えるのは、伊豆の大島でもそうなんですけど、うん、大きくない。大きい島って書くけど。けど決して大きくはないのよ。ああそうですか。割とこじんまりした島に大島と付けられてて、まあ、全国にありますよね。大島っていうのはね。うん、一番好きな大島は大島優子ちゃん。伊坂さん。はい。だって好きなんだもん。最初から。そうか。そうですよ。神セブンの中でも。神セブンの中では大島優子ちゃんはもう一番好き。神セブンの中っていうか歴代の AKB の中で、まあでも辞めてしまった大島舞ちゃんも好きなんじゃ。ああ、どっちにしろ大島か。大島好きなのよ。そっか、てっきりなんか篠田麻里子さんとかともちんとかかと思ってた。あの二人あんま好き。意外ですね。そうなんだ。じゃあ入れろ。違う、うん、大島さんが好きなんで。あ、そっかそっか。はい、俺今大島さんはまあずっと好きなんですけど、うん、最近は小芝風花ちゃん推しなのよ、うん、だから大島さんと小芝風花ちゃんが、うん、身元不明の遺体を探すなんていうドラマがあったら絶対見る。あ、見てます。もうやって終わった。ゴーホームな。ゴーホームはいつも見てた。あ、見てたんだ。うん、なんですよ。へー、あざっす、あざっす。この二人組ませてくれてあざっす、あざっす。キャスティング最高っす。いいですね。ですよ、はい。ということなんで来週もお楽しみなんですが、うん、まあジュッピちゃんは八幡浜市沖の大島へ、はい、うん、そしてもう一方、キャピー宇都宮えくみお姉様は新居浜市の新居大島から。他にもね、瀬戸内海、まあ、愛媛県沖大島、うん、他にもありますけども、うん、多分そんな話題も出ると思うんですが、うんうん、まあ、離島に行って何が面白いのか、これをですねレポートしてもらいます。はい、はい。これは南海放送の YouTube ではなんとリアルタイムで、まあ、言うたら生放送よね、生中継ですよね、うん、同時生配信してますので、はい、映像の方も見ることができますので、はい、まあ、もう多分あれですよ、愛媛この陸地にいたのでは見ることのない、うん、こうも人を食べるぐらいの植物とか、うん、そういうのも出てきますか。うん、あ、出てくるかもしれない。キュルルルってあのツルが伸びてうわーって巻きつかれて、ぐわーって稲田鶴が体を締め付けますみたいな、頑張れジュピちゃん、植物はな、おそらく炎に弱いぞみたいな言いながら。そうか、うん、そうか、そうよ。見たことない生き物も絶対出てくる。火箱みたいな、火箱。結構体力いるな。いる。そうか。それ探検隊の格好していた方がいいぞ。どんな格好で行くつもりなんか知らんけど、うん、テロンテロンのワンピースとかやめといた方がいいよ。わかりました。いいですか、はい、探検隊の感じで、うん、あのサンパークの時に使った虫除けも、そうやな、使って、うん、そんなもうここら辺で売ってる虫除けが通じるかどうかわかりませんけど。そうか、離島で。そうか、うん、わかりました。多分あれですよ、うん、トンビぐらいあるトンボとか出てくるけど。私ね、ボーン、虫だけはダメなんですよ。虫だけはダメだ。でも虫天国よ。虫の王国、虫キングダムやから。そうか、離島は。そうか、うん、行って楽しんできて。わかりました。はい、まあ、皆さんも来週はお楽しみにと。お楽しみと。メッセージはじゃあその離島にちなんだものとかを募集するの？はい、この午後1時から午後2時までの間の伊坂明のサタデーライブ、愛媛の離島に行ってみようスペシャル、うん、メッセージあります。何？あなたの島の思い出、うん、島の思い出ね、うん、これは島出身の方も結構いらっしゃるでしょうし、うん、あとやっぱりなんだかんだで旅行先、遊びに行く先で島っていうのは、はい、なんかやっぱり探検気分もあるし、うんうん、あると思うんですよ、うん、松山の人だったら午後島とかは大抵の人が行ったんやないか、はい、と思うんやけど、どうやろうか、うん、午後島、中島、うん、
そうですね、うん、そのあたり僕靴なし地頭とかも結構行ってるし、しまなみ周りはもう全部行ってる。ちっちゃいとこも行ってるね。わお。しまなみも最初の大島があるじゃん、うん、あの来島大橋海大橋通る途中あそこ歩いて渡ると降りれる島があるんよ。車の人は絶対気づいてない。いけないな。歩くか自転車の人だけ降りれる島がある真ん中に。へ、そことかもめっちゃ遊んだよ。そうなんだ、うん、すごい、いろんな島がありますね。いろんな島ある、ね、391の島が愛媛県にもある。いろんなとこ行ったぞ俺って言っときながら391もあったら多分91行ってないわ。はあ。30とかは行ってると思うんだ。あ、でも結構行ってる。結構行ったつもりやけど、うん、楽しそう。でもせっかく ねその瀬戸内海があって、うん、多島尾島がそこにポコポコ浮かんでて、島と島のこう情景っていうのがありますから、うん、で島と島の間なんとか水道とかなんか名前が付けられてて、うん、まあ難所だったり名所だったりそういうのもいろいろあるんで、はい、はい、愛媛県はやっぱり島なしでは語れませんから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最後に伊坂さん、何あの最後なのも違うんですよ。あの今日ジュッピがずっと聞きたかったことなんですけど、ですか、あのようやく秋めいてきたじゃないですか。秋めいてきたね。コンビニにあの焼き芋屋さんとあとおでんが出始めたじゃないですか。焼き芋売ってるよな、ね、おでん、おでんの具何が好きですか。出た、もうラジオといえば、特に昼間のラジオといえば、うん、あなたの好きなおでんの具何ですかこれも大抵の番組でやります。はい、はい、逆に言うと、うん、もうこれは無理っていうおでんの具はあるの。卵。マジスカ学園マジか、うん、一番人気やぞ。嘘だよ。本当だよね。一番人気は白滝だな。バーカバーカバーカ卵じゃん、そんなもん。俺はお前この番組だけで8年目やぞ。その前も30年もやってるんよ、はい、いつやっても卵が1位なんかすいません。何、卵は嫌いっていう人は珍しいね。ゼロとは言いませんよ、うん、言いませんけど珍しい。あのなんかパサパサしとる感じ。はい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 、わかるよ、わかりますよ。完全な固ゆで卵で来るからね。そう、おでんは、はい、でもそこにおでんのつゆをパコッとあの箸でパコッと割って、うん、おでんのつゆを中に染み込ませていく、あの美味しさ。分からんの、分からんのやな、はい、うん、おでん一番人気は卵のはずですよ。マジか。マジで卵、ちくわ、こんにゃく、大根で、まあ筋肉とかこの辺がまあ神ファイブですよ。餅巾着は、餅巾着は少数派やと思う。僕は好きやけど。え、伊坂さんってお餅食べるんですか。餅バカよ。そうなんだ。はい、そらそうですよ。意外と喉に詰まったらいかんから餅は食べないっていう感じかと思って。そんなリスク俺言うたことないでしょ。喉に詰まるかもしれないっていうのは。え、喉に詰まらせたことないんですか。内臓脂肪がめっちゃつくかもしれんっていうリスクは考えるけど。なんでジュッピーの方見ながら言うんですか。喉に詰まるかもしれないなんて言ったことないでしょ。餅はもう超好き、年中あるよ冷凍庫に。夏でも、うん、餅食う。1回7個以上。大食い、餅の大食い。餅おじさんや。餅王子。餅おじさん、うん、王子じゃないよ。王子じゃないの。餅おじさんね。餅おじさんはもう間違いない。あんことか買うし。今いいよね。昔家でね、お母さんがあんこ炊いてくれてたんやけど、今はもうほら、あの米田コーヒーのあんことかああやって売ってるやん、うん、パックで。あ、売ってるんだ。売ってる。あれをバー餅に塗って、むしゃーパンに塗って、ガバー最高。いいですね。そして高松出身、お正月のお雑煮もあんこの餅、うん、あ、そうなんだ。あんことお餅が大好き。あんこお餅、大島優子、中澤優子。ジュッピはいつもそれで終わるわガーン。はい、じゃあ、鐘が鳴ったので、はい、また来週もよろしくということで、来週はね特別番組ですので、はい、またお楽しみにということで、タイムフリーでラジオいつでも聞けますし、はい、それからポッドキャストもいつでもいろんなもので聞けますよという、はい、
ポッドキャストはラジコアプリ、南海放送公式 YouTube チャンネル、アップル、スポティファイ、アマゾンの各ポッドキャストサービスで配信中です、はい、ぜひ登録お願いします。ということで来週の1時から1時間ほど、はい、特別番組伊坂明のサタデーライブ愛媛の離島に行ってみようスペシャルイエーイということなんで、はい、ぜひ来週も聞いてください、はい、伊坂明でした。松友杏樹でした。さよなら。さよなら。伊坂明のサタデーライブ愛媛の離島に行ってみようスペシャル、10月12日昼1時から南海放送 YouTube チャンネルと同時生放送。知られざる離島の魅力を。八幡浜の大島からは松友アンチが、新居浜大島からは宇都宮育美が現地からリポート。みんなで一緒に新しい愛媛を発見しよう。